遊んでるじゃないなくて俺に帰ってこいよ、はい、まだまだ力は男持ちじゃないから心配するな、退勤してやるからそのうち。約1ヶ月前俺は大川に誘われて年配に入らないかって、でも俺は断った。王冠のような品のないやり方好きじゃないからな。そしたらニュージャパンカップ1回戦で王冠は内藤さんに勝った。もしあの時俺がエンパイアに入ってたら内藤さんと戦う機会がこの先あったかもしれない。運命はなんとも皮肉なもんだ。ただ俺は自分の選択を一切後悔していない。俺は俺のやり方で内藤さんとの戦いを実現してみせる。とにかく 3.21 仙台、そこで俺は内藤さんとシングルマッチを実現させたい。 3.20 試合終了までにあと 2.1 万必ずいいね集めてやる。Oh boy, oh boy. You guys watched that, right? Huh? See, I told you, order was coming to New Japan, courtesy of the United Empire, tonight. See, Nagata, you're always talking about blue justice, no, 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 no. Tonight, justice was served. Tonight, order begins.You should be talking about brown justice. You should be talking about United Empire justice. Oh man, that's great. Day one in the new direction. There will be order. There will be order. Ah, 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 よくわかっただろ。Huh?利用を裏切ればどうなるか。ああまあ今だから国家機密を教えてやるよ。通じ、同席様が棚橋を裏切ったとしても入れるわけねえだろ帝国に。貴様みてえな雑魚がよ、帝国と同盟結べると思ってんのか。図がたけんだよ、はあ、もうあんなクソザクのクソガキの子なんかどうでもいいんだよ。それよりもよ、イブシ、風の噂じゃどうも精神的に参ってるそうじゃねえか。ああよく分かっただろ、器じゃねえんだ。なあいい加減献上しろよ、返上しろよ。ああそれともウォースプレイに破れて無様をこれ以上晒して受け渡すか。まあどうでもいいや。帝国に IWGP 世界ヘビー級王座で支配できるなら、だが新日本プロレスの格を落としたこの罪は断罪させてもらうぞ。楽しみにしとけよ、ヨシエ。